ザリバースサイドオブ、A ブリティッシュブロンズミラー、50BC 50AD、ショーイングザスパイラルトランペットデコラティブ、テーマオブザレートインスラーラテネスタイルモイヤードック、S ハイクロス、アイルランド、アーリーテンスセンチュリートルクフロムザビックスグレーブ、480BC ゴールドマウンツオン、A ボール、アダプティング、メディテレニアンモチーフス、ジャーマニー、C420BC ケルト美術とは、 ケルト人に関連する美術の総称であり、紀元前6世紀頃から、あと3世紀頃までの美術を指す。ラテー抜きの美術を指す場合と、ガリアローマ時代の美術を指す場合がある。ケルト美術は、渦巻き、組紐、動物文様などが組み合わされた美術として知られる。キリスト教と融合し、ケルズの書、リンデスファーン福音書、ダローの書などの華麗な装飾写本を生み出した。 ケルト十字などは、ケルト美術の主要な一部である。三つの渦巻きを結合させたケルトシンボルは、三脚ともへの裏に横たわる観念と似通った三つの意味という意味を持つ。三つの渦巻きの基調は、西ヨーロッパの新石器時代シンボルで、アイルランドミース地方の戦士時代、ニューグレンジ遺跡の正面玄関近くにある筆型の石に刻まれていた。シンボルの編集は、 同様に沿道墳内部の部屋の内壁に刻まれたものが見られる。それはケルト人教会のため同様にと並ぶブルターニ半島のシンボルとして使用された。スペインの北部の三脚ともえはガリシア州とアストリア州の民族主義者のシンボルとして使用された。またカンタブリア州でラバルムと呼ばれる類似シンボルは隣接する。 バスク人文化にある四つに枝分かれした紋章ラーブルと同質のものと考えることができる。ゲルマン人の北欧神話の同型シンボルはバルクヌトとケルト芸術とゲルマン人のトリクエトラの可能性もある。ケルト美術の異例として主なものに以下がある。多くはヨーロッパ各地の歴史考古学博物館に収蔵されている。ありがとうございます。